本日私は大木公民館に来ております、皆さんに大木のパワースポットをご紹介したいと思います。早速来ていただいてます。こんにちは。こんにちは、お名前の方教えていただきます。はい、私は、大木公民館で初期会計をしております中尾寺博子と言います。中尾寺さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、はい、徳武佐宮とはこれどういったところになってるんでしょうか。はい、徳武佐宮とは今から600年前三三戦国の時代、亡き人の主が戦に追われ、ここ大木の森にあった岩陰に身を潜め命を助かったという由来があります。なるほど、ね、まあ、主というとね、リーダーだったり、まあ、武士というのをね、昔の主というのを指しているんですが、はい、それが、まあ、戦火を逃れてこちら大木で来たということで、まあ、この大喜利の行事でまたこの徳武佐祭りっていうのが1年に1度行われているんですよね。はい、ここ大喜利では旧暦の9月13日13夜には徳武佐祭りとして1年の無事を感謝し、また向こう1年の豊年と健康を祈願するお祭りが行われております。まあ、大喜利の、皆さんには、まあ、この徳武佐宮といえば、こういう形でですね、まあ、1年の祈願とか、あるいは健康とかいうのをね、感謝されるところになっているということなんですが、はい、で私パワースポットというふうに聞いてきたんですが、どういった効果があるというんでしょうか。はい、この徳武佐宮は子宝祈願の拝所としても知られているほか、女難、難を排除する、また承福、福を招き入れる、家内健康、繁栄の御利益もあるとして言われていますので、皆様徳武佐を参拝してみてはいかがでしょうか。なるほど、まあ、この、ね、徳武佐宮、ね、いろいろ子宝あるいは女難という、はい、結構幅広い範囲で、まあ、御利益があるところです、知られているということなんですね。はい、でこの実際子宝祈願ということで最初訪れる方いらっしゃると思うんですけど、結構の方来られるんですか。はい、結構たくさんの方々が参拝しておられます。なるほど、で、まあ、この参拝の時にちょっと注意してほしいことがあるというふうに聞いたんですが。はい、徳武佐宮を参拝する方々へお願いがあります。徳武佐を参拝し奉納していただいたお酒などを公民館へ持ってきていただけると助かります。お酒などをそのままにしておくと万が一倒して割れてしまうと怪我のもとになりますので危険です。ご協力をお願いします。はい、まあね、参拝される方っていうかこういうふうにお供え物という形で置かれていくということなので、はい、まあね、それだけご利益があるっていうふうにも思われてますが、まあ、ちょっとその際にですね、大木公民館の方にお供え物を持っていただきたいと思います。本日は大木にございます徳武佐宮、皆さんにご紹介いたしました。中尾寺さん、ありがとうございました。ありがとうございました。